はい、もしもし。救急ですか？消防ですか？消防です。火事ですか？事故ですか？落ち着いて話してください。多分、火事だと思います。こちらは中部高速の柿内サービスエリアなんですけどね。裏の山からなんだかすっごい火と煙が上がってるのが見えるんですよ。あんなところ誰も立ち入らないから、なんで火がついてるのかよくわかんないですけど、とにかく連絡した方がいいと思って。山火事にならないとも限らないし。わかりました。すぐに現場を確認しますので、そちら様のお名前とすぐに連絡のつく電話番号、それから火災現場の詳細な場所をお願いします。消防司令部より通達。 G ブロック西側山斜面にて不審火の通報あり。街道から離れていることから、カップルの焚き火か不法投棄のゴミに放火したかの可能性があります。現場は深い森林地帯、周辺に民家はないが延焼の可能性あり。直ちに現場を確認されたし。消防署ですか？こちらは G ブロック第三消防分隊です。通報の現場にさっき到着。ドラム缶が一つ山中に放棄され炎上しているのを確認しました。火は鎮火しつつあり、炎症の可能性はなし。で、そのドラム缶の中に多分人じゃないかと思うんです。人らしきものが灯油か何かで焼かれたという感じで、その警察の人にも連絡した方がいいんじゃないかと思いまして。間違いねえよ、これ人だよ。今年のたたりってことっすかね。そういうことになるんですかね。毎年いろんな殺し方を見せてくれますが、今年は特に際立っていますね。自分で自分の喉をかき破るなんて普通じゃないっす。あとは鑑識のじい様に任せましょう。きっと何かの怪しげな薬物を検出してくれるに違いありません。お疲れ様です。お疲れ様です。ああ、大石さん、小宮山さんたちが到着しました。大石さん、お疲れ様です。今年は一等来てるのが出たらしいじゃないですか。裏をかかれました。私はてっきり今夜死ぬのは北条鉄平だとばかり思ってたんですがね。仏は何者です？富竹次郎、年に何回か雛見沢に来てる趣味の写真家さんです。ノーマークだったな。どうなんでしょうね。北条宅にずっと張り付いてたのがバレてターゲットを変更したとかかな。恨めったな。で、北条鉄平の方は何も問題なし？ねえ、夕方頃に娘が祭りに出かけて、その少し後にバイクで出かけまして、先に娘が帰ってきて、あれ？まだ帰ってないかな？どっかで飲んだくれてるのかな？大石さんいらっしゃいますか？高杉課長からです。1号車の無線にお願いします。